まず役員連絡会の報告します。小村副総裁から TPP 審議は我が党の質疑者は公平気味しとる議論を行い、政府から分かりやすい答弁の引き出しを私からは、TPP の審議が始まっているが、委員会審議を通じて、国民の皆様に分かりやすい、理解をしてくれやすい議論を行い、かつ早期成立に党一丸となって、新潟の知事選挙は大変残念な結果となりました。今後については示された民意を踏まえて政府与党で政治を前に進めていかなくてはならない。応援に入っていただいた自民党は86名の国会議員対しご協力に感謝を申し上げます。次に、我が党の議員の、これも全然別のことなんです。我が党の議員の選挙区基盤の弱さ、これは各方面から指摘されております。今週、水曜日から、すべての1、2回生と会合を持つ予定になっています。19日、24日、26日、いずれも12時から1時という段取りでいます。東京10区の補選は一昨日でありますが、ご承知の通り安倍総裁、山口公明党代表、小池都知事がそれを組んで応援に入られました。圧勝で取らなければならない選挙だけに、相当馬力をかけてやらなければならない、という決意であります。先週、林幹事長代理、田中和則国際局長が中国を訪問してまいりました。日中与党交流協議会の日程について中国共産党側と打ち合わせをしていただきました。後ほど、日中関係の、安定のために、これは私の意見ですが、看板なくやはり連携をとって、時には顔を合わせ、時にはその分数等も交えてですね、よく、交流を図っていく、常からそれをやっていく。何かことが起こったり、何かがあって相手の考え方に疑問が生じたり、その場合にみんなバトルがしますが、そんなことではない。やっぱり常からそういうのが起きました。そういうことで大体私の確認です。質問のある方、幹事長からの、ご報告でもありましたけど、東京10区拠点、あとは福岡の拠点と、まもなく終盤に入っているところだと思います。現状 の選挙情勢を幹事長はどのように了解しておられますか。東京10区の皆様で、我々の予定通りの重要な戦いをしております。
交換の方もそうですが、できれば選挙までに調整をつけたいという思いでありましたが、選挙の調整というのはみんながそういう方向で合意したときに初めてできるわけじゃなくて、こっちがこうだからといって、調整することもできないわけですから、選挙戦に入ってしまうわれたことは、これはまあ残念ということだと思うんですが、しかしもう一つの考え方は、選挙を通じてどちらの候補が最適とその選挙区の皆さんがご判断されるか、そういうことにかかっているわけです。大変選挙戦を戦うことも民主的で、結構だという姿勢で、テレビ東京の島です。先ほど1、2回戦の選挙の弱さというお話がありましたが、はい、幹事長として具体的にですね、どういったところが弱いというふうにお感じになっていらっしゃいますでしょうか。またその 1、2 回戦について、現職といえど今後その公認の差し替えというのは、改めて検討されるお考えはあるんでしょうか。公認の差し替えっていうような荒っぽいことは私は考えてはおりません。しかしどう見てもですね、もっと頑張れるはずだと、もっと頑張らなきゃならんと、そういう候補者がその我々の描くところに努力の結果が見られないという場合は、当然我々は政権を担当しておる重大な責任を担っておるんですから、政権担当の基盤は選挙に勝つことですから、選挙に全く勝つ見込みのない人は、あるいは勝つ気もない人、それが一番重要だと思います。勝つ気のない人、努力しない人、これは当然差し替えなんかは、私が言わなくても地元から分け起こってきます。はい、兼ねて TBS の方に、この時期にこの勉強会を開くの狙いを教えてください。これは常時です。できれば毎日やってもらいたいです。はい、日経新聞の方です。はい、関連なんですけれども、現行のですね、小選挙区比例代表選挙のもとで選挙が実際に行われてちょうど20年経つんですけれども、幹事長ご自身これまで政治改革に取り組まれてきたと思うんですけれども、この20年間を振り返ってですね、この選挙制度のプラスの面と、あと課題の面もですね、今お話にあったような風に、振り回されてしまうという意味も出てくることもあると思うんですけれども、改めてこう焦点を聞いていただきます。選挙制度というのはそれぞれの党でですね、されるわけですが、なかなかみんながいい、みんながこれは素晴らしいっていう選挙制度というのはなかなか食べることができないですね。ですから、これは今後努力をしていくということに尽きるわけですが、長年のそういう積み重ねてきたことを、参考にしながらね、選挙の勝利に向けて、もう頑張っていただきたいということで、選挙はよく党本部がどうしたとか、どこがどうしたとか、それはもうマスコミの皆さんが書けば面白いことですけどね、だけど、選挙はそんな党本部がやるわけじゃないですよ。本人の選挙努力に尽きる。これはもうね、昔からスポーツ界の名選手の人はね、練習は嘘をつかないっていうこと、選挙にまだ嘘をつかない、
やったらやっただけなくて、落ちる人は落ちる人なりのやっぱりびっくりしたっていうことは世の中にほとんどないですよ。やっぱり皆さんが大体いけるだろうので書いてくれてるんです。大変当たるでしょ。それはやっぱり選挙の時にはそういうもんだですから、皆さんもそういう鏡をね、基本しながらみんなで頑張る、そういうことを選挙を聞くで、みんなで伝えていきたいと思います。そうしますと、その家庭頼みの議員が目立ってしまうというのは現行の、まあ、政治制度の影響もあるということですか。まあ、だから制度とかね、いろんなところにこの助けを求めないで、自らがしっかり自分の足で立つ、ね、それが大事で、本人の努力次第だと思います。本人が努力すればね、家庭の人だってそう、家庭の家族だって、本人が一生懸命やってれば家族だって一生懸命になってくる。本人もプラプラしてると家族も旅行行ってくるのが楽しいねって言ってね、俺は家族に至っては男であろうが女であろうがね、頭を下げるばっかりなんですよ。何のそのなんでこんな人と一緒になったんだろうかと思いながらみんなやるわけですね。ですから私はそういう意味では本人にはやっぱり一番先にシャンプーしてね、それから家庭においても近所付き合いにしてもね、ああこの人は労働力だなということを口に出さなくても、奥さんに奥さんって男の子もありますから、旦那さん奥さん共にそういうことを支えてもらえるような人格を含めてね、持っているということが大事です。新聞山岸さん、お題変わりまして憲法改正に関しては、今日から自民党の内の憲法改正推進本部議論が本格化しますけれども、この中で2012年の改憲草案の取り扱いが大きなテーマになっていますけれども、幹事長としてはこの文書の続きですね、その、まあ、今に生きているものなのか過去のものなのか、この辺もご理解されています。これはやっぱり政治は連続性があるわけですから、あれはあのこと書いてみます。しかも政権政党である自民党がね、4人一応ね、評価は別ですよ、評価は別ですが4人一応表に出したわけですから、この責任は縛る時間が経ったからあれはもうなくなりますかって、そんなこと言えるもんではない。それにこだわる必要はないが、十分参考にして、同時に自民党側の人はね、そういうものを表に出したことに対してやっぱり責任を感じながら市民に通していただきたいと思います。はい、今日役員中学会の中で人材育成で何か取り組みをするべきだと言ってはどうかというのを言われたらいいですね。それに、あるいは人事委員長、奥野さんがそういう方向へ力を注いでいきたいと思います。いう委員長としての意思表明、雰囲気としてはそれを持って長い時間かけてやったわけではないですけど、まあしっかり頑張ってというふうに。じゃあ他になければ幹事長の会見を終わらせていただきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。